皆さんこんにちは。こんばんは。にゃにゃチャンネルキャベ太郎です。マッコ大津です。今日は新シーズンでね、2021年シーズンを引き継いで、リカショーが2022年シーズン、浦和レッズの指揮を取るんだけども、まあずっとねこの議論は止まなくて、何かっていうと3バックやんないのっていう話なんですよ。はいはいはい。ということでタイトル、誰もが期待を寄せる3バックシステム、超攻撃的3バックで勝ち点3ゲット、構成メンバーで考える2022年シーズン。はい、なんか3がたくさん出ましたね。はい、3 それじゃあ行ってみよう。普通だな。まあ、まずはじめにね、3バックと4バック、まあ、サッカー長く見られている方、あるいは経験している方はまあご存知かと思うんですけど、それぞれの特徴をねちょっと説明させてもらうと、まあ、簡単にディフェンス面で大きな違いがあります。はい、3バックっていうのはやっぱりディフェンスラインに 3枚しか選手がいないので、両脇この赤で示しているところですね、ここがすごく空いてしまって相手にスペースを与えるので、まあ、これが欠点で、相手はここを狙ってくると、はい、でなんで3バックなんですけど、守備のことを意識すると結果的に5バックになります。でそれに比べると4バックっていうのはこの横の長い距離を4枚でカバーしているので、選手のそれぞれの距離が近い、で一方でこのサイドバックとセンターバックの間っていうのが、サイドバックが若干高い位置を取るところもあってよく狙われる、だからより自陣のゴールに近いペナルティーエリアに近いところで侵入されるシーンは4バックの方が5バックに比べると多い。3バック4バックっていう風に聞くと、ディフェンスの枚数が1枚3バックの方が少ないんで、こっちの方が攻撃的なんじゃないかっていう風に思う人が多いんだけど、それは対戦相手次第で、ディフェンス時に5バックを取って相手にどん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 押し込まれるっていう状況が続いていくと、4バックの方が攻撃的だっていう風な見方もできる、まあ、これが簡単に3バックと4バックの違い、はい、で浦和レッズの戦術に関してなんだけど、まあ、この前別動画でお話しさせてもらった通り、まあ、詳しくは山中選手の動画がアップされているのでそっちを見ていただきたいんですが、山中選手が左サイドバックに入るときは、山中選手が偽サイドバックのような形で、まあ、中央に入ると、まあ、こういう形が多かったです。まあ、その偽サイドバックっていうのはよくインターネット上でもまあワードとして出てるんですけど、この偽サイドハーフっていうのを勝手に命名させていただきました。あ、勝手になんだ、聞いたことありませんでこれに関して言えば、左サイドに例えば小泉選手を置く、そうすると小泉選手は中央でよりプレーができるのが特徴なんで、偽サイドバックと同じように中にポジションを取ると、でこの中にポジションを取るところで、偽サイドバックと偽サイドハーフの大きな違いとしては、偽サイドバックの時は相手選手、対峙する選手がハーフの選手なんで、そのまま中についていくこともできる、だけど偽サイドハーフを取る場合は対峙する選手が相手のサイドバックになります。ここのポジションを捨てて中にそのままついていくっていうことは、まあ、現実的ではない、なので、ね、この偽サイドハーフポジションの方が相手のセンターバック、サイドバック、そして相手のボランチの選手の中間に位置を取るっていう意味では、ポジションが取りやすい、なんだけどこれは共通したあの欠点で、やっぱり左サイドバックの後ろ、ここのスペースがガバーって開く、なんでこのシステムが機能してるかっていうと、秋元選手が左サイドバックに入れるから、ここの膨大なエリアっていうのを、そのスプリントをもう繰り返して繰り返して90分走り切ることができるので、そういう特徴を活かせるっていう意味で、まあ浦和レッズはまあ偽サイドバック、あるいは偽サイドハーフっていうところが機能してた、ということで、まあ3バック4バックっていう話が出るんだけど、実際はスタートポジションが4バックであったとしても、試合の中ですでに3バックはやっている、そこは一つ頭に入れておいてください。まあ、それを頭に入れた中で、じゃあ3バック本当にやらないのっていう話なんですけど、今ね収録日が1月15日なんで、その中で出てるメンバーと照らし合わせて、じゃあ3バックと4バックどっちが現実的なのかっていう話をこれからしていきます。ニャニャチャンネル。結論から言うと3バックは個人的には可能性はあんまり高くないんじゃないかなって思う。あの立ち上がりからこの形を取ってゲームをスタートするって可能性がってことだよね。そう、理由としては、3バックになった場合におそらくサイドハーフに入るのは攻守ともに
能力の高い選手、うん、つまり秋元選手と右の場合は酒井宏樹選手が入ると思う、うん、もうこの2人はその、まあ、対人プレー守備攻撃すべてにおいて優れててプラスアルファ走力がものすごく高いんで、うん、この2人の選手のことを考えるとウィングバック的な役割の方が一番能力が生きるっていうことも考えられる、うんうんはい、でそれに加えて3バックにすればトップ下の選手を2枚置くっていうことができるので、うん、夢の江坂小泉共存じゃん。もうその通り江坂小泉の共存共存って何や可能です。ですが、まあ、欠点ここが一番大きくてセンターバック不足、うんうん、ショルツ選手岩波選手犬飼選手っていう3枚センターバックを並べると、うん、バックアップの選手が足りないです、うん、仮に誰かがコンディション不良で、うんサブにも入ることができないスタメンで出ることができないっていうことになると、うん、知念選手大畑選手工藤選手っていうあたりの一人が入る必要がある、うんうん、ただここも知念選手大畑選手はまだ怪我の状態が不透明ですし、まあ、工藤選手に関しては成長過程っていうことで、うん、やっぱりバックアップがすごく不安、うん、でサイドハーフに関しても、うん、秋元選手酒井選手の能力がすごく高いんだけど、うん、じゃあそこから選手交代あるいはスタメンで他の選手が入れるかっていうふうに考えると、まあ、渡里選手宮本選手に関しては、うん、まあやっぱり右、うん、フォーバックの右サイドバックっていう印象が強くて、うんうん、攻撃でちょっと物足りない、うん、で関根選手に関してはミシャ時代にウィングバックみたいな形でやってたから、うん、ここはできるとは思うんだけど、うん、松崎選手モーベルグ選手なんかはやっぱり攻撃、うん、なので5バックを敷くときにかなり無理がある。まあそうです、守備のイメージはあんまないからね、うん、で左に関しても、まあ、やっぱり大久保選手 松尾選手っていうのは、うん、より攻撃的な選手、うんうん、なので替えが効かない。そうだ、左は本当にあれだね、秋元選手に頼りきりになっちゃうね、これだと。まあ、これを考えるとやっぱり3バックは厳しいんじゃないかなって思う。まあ、そのゲーム中にこの形になるとかっていうのはね、うん、その変化つけるのにこのオプションとしてはありだけど、うん、そのチームのメインの戦術というかフォーメーションとして4231じゃなくてここにやってるこれは343なのかな、でスタートするっていうよりは途中でオプションとして343を出してくるっていう方が理にかなってるんじゃないかっていうイメージかな。で一方フォーバックはって考えると、はい、うんうん、ショルツ選手や青波選手がセンターバックに入ったとしても、うん、しっかりと犬飼選手がバックアップできる、うん、でサイドバックに関しても、うんまあ、大畑選手で真渡選手は左右のサイドバックができる、うんはいうん、で宮本選手も適正ポジションとしては右サイドバック、はい、しっかりと各ポジションに1枚ないし2枚バックアップがいる、うん、でサイドハーフに関し もうこの辺りの選手はやっぱり3バックのサイドをやるよりも4バックのサイドをやる方が適性が高いと思う、うん、そうだね。なので、まあ、結論としては、各選手の適正ポジションをベースに考えると、うん、スタートから3バックではなくて4バックの方が現実的、うんはい、ただしさっきモッコが言った通り、うん、負けてる状態でね3バックを敷く場合には5バックをやらない、うん、失点のリスクがあってもサイドに攻撃的な選手を置く、うん、この選択ができるのでそういうシーンに関しては、まあ、3バックに途中で変化するっていう可能性はあるんじゃないかなって思う、うん、だから結局なんかこう昨シーズンからねそのリカショーにはこう3バックのオプションもあるんだっていうのがねずっと言われ続けてたけど実質スタートから3バックを採用したのは確かガンバ戦か何かの1試合だったと思うんだけど、うん、で それがね今シーズンなんかこう犬飼選手なりなんなりっていうのが加入してその大きく変わるのかっては思ったんだけど結局獲得した選手たち特にサイドの選手がねウィンガータイプ選手が結局、うんまあ、相も変わらずあの取ってるってところを考えるとやっぱこうキャベツの言う通り3バックというよりは立ち上がり4バック のオプションとしての3バックっていう位置づけこれがやっぱこの22シーズンも続くのかなっていうのは確かに今話を聞いて思いましたね。バックアップも含めて考えると、ね、ということで、まあ、簡単な動画になりましたがこの動画が面白かったら高評価そしてチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ぜひお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。チェックザマイクアンドメイクショーイットサウンドライトボーイズ。